おぉ、あの、今日ね、釣りガール面接やってきました。釣りガールですよね、釣りガール、うん、で、前回、一次面接、ゆかり、うん、とりあえず一次面接通ったね。で、彼女が一次面接通って、今日二次面接、やっていくわけなんだけど、今から、こう二次面接にね、あとモスコさんね、で、モスコの、は息子の方は一時面接だね。で今結構厳しいからうちは、うん、釣りガールになりたいって人間が無尽蔵に来てる状態で全部断ってんだよね、基本的には。まあ、別に俺がもともと女が好きじゃねえっていうのがあって、まあ硬派でやってるから、まあ女と一緒に釣りふざけるななんて思いでやってきたんだけども、まあどうしても釣りガールさせてくださいっていうね、もう熱い思いに心打たれたんで、今回、一次面接やって、で、まあ、ゆかりに合格したわけよ、一次面接はね、うん、で今から二次面接よ。この二次面接の中で受かるのか彼女は、二次面接ね、うん、でモスコは一次面接になるわけだ。でやって彼女らが絶対やるんだと、ああその思いで気持ちで、まず一番大事なハートだよな。最近ハートのねやつ多くてさ、頭悪いのが本当に腹立ってんだけど、ハートが一番大事、うん。で今度は素材だよな、やっぱり釣りガールとして。まあうちのチャンネルだと、まあ、結構大手ですからね、自分のは。入りたいって人が結構無尽蔵にいて、もうめちゃめちゃ来るわけよ、メッセージが。でも全部基本的には相手にしない。釣りガールでは面接も断ってんだけども、面接にこぎつけるまでがもう結構至難の技よ、うん。で今回面接っていう形になってるんで、まあちょっとね、彼女のポテンシャル、あともう視聴者の人の意見も聞いていこうか。合格なのか不合格なのか、まあ俺だけの判断じゃさ、俺2つしか目ん玉ねえから、悪いけど、わかる？俺目ん玉2つしかねえんだよな。ということはだよ、視聴者の目が、例えばこの動画がね、まあ前回のあれが、ゆかりの場合は3000人が見てくれたね。3000回だよな、3000×2 で6000個の目ん玉で見てくれた、ゆかりを。6000個の目ん玉が。で、どうなんだっていう面と、で、あと、今回、なんか今から撮影して、いろんなもの撮ってさ、その、対応力とか、あと、根性とか、あと、いろんなもんだよね。その人の持ってるポテンシャルだよね。まあ、そこら辺ちょっと見てもらって、視聴者の方の、まあ、コメントで答えてください。合格なのか不合格なのか。うん。で、8割以上ね、合格っていう声が多かったら、そこもね、かなり、参考にします。で、最終的に私がね、うちの釣りが務まるのかと、うん、そこは私がねちょっと判断していこうと思うんで、それじゃあちょっと行こう。それで一次面接来ていただいたモスコさんですね。モスコです。モスコさん、マスクはやっぱ顔出し NG で。徐々に、いやでももう出ちゃってますよ。あのコリンコリンコーちゃんのチャンネルで、でも今日は徐々に。あ、今日は徐々に、うん、最初に出したら、はい、面白くないじゃないですか。ああそうですよね。いや僕モスコさんはね、あの釣りガールの天下取れる素材を感じてるんですよ。どこで？いやオーラ。オーラと大体その目見たら分かるんですよ、はい。でうち釣りガール入りたいって子がめちゃめちゃ来てて、実は無尽蔵に来てるんですけど、面接させてくれって来るんですね。でそれ全部却下してて、で今回面接にまでこぎつけたってことは相当なスペックを持ってるっていう。じゃ僕もあまりちょっと綺麗すぎてちょっと緊張しちゃってるんですよ、正直。はい、もうちょっと ほぼ合格出てます、すでに。合格だそうです。合格。今ちょっと合格にします。先日一次面接したゆかりんさん、ご存知ですか？知ってます。あ、知ってるんだ。行きましょうか。あ、大丈夫です。ゆかりんさんとお友達じゃないですか、もしくはどういう関係？はい、どういう関係？はい、一回しか会ったことない。あ、じゃあこうちゃんを通じて一回ちょっとちらっと見た、うん、じゃ結構距離感ありますね。いや、でも私大丈夫。ああ私は人見知りしない感じですか？しないです、多分。
僕なんかもともと引きこもりなんですよ。あ、そうなんですか。だから画面に出るとかありえないし、一回も出たことないんですよ。もう 10年 YouTube やってるんですけど。今日出ます？いや無理無理です、ね、もうコンプレックスの塊なんですよ。目だけど。いやもうそれも出たことない、一回もないんですよ10年やってて。ででも出してって言われますね。言われます。ああでももういい加減にもう出るなよって言われてます。そのイメージが変わっちゃうから。今まで勝手に想像してきた人が、え、こんな変な人だったのみたいな。私が似顔絵描きましたか。あ、やめてください、やめてください下手なんですけど。あ、多分原型ないですけど。モツコさんはアウトドアとかそういうのは大好き。あ、大好きですか。結構物おじしない性格です。でもね、触れないかも、餌を。あ、僕ワームなんで。あ、そう。餌が苦手だったらワームでやればいいですよ。触れって言われたら触れる。いや、モツコさん引きこもりなんですか。え、何ですか。引きこもり。引きこもりっていうか、まあそれちょっと設定なんですけど、そう、どっちかっていうと、ね、まあ、内向的な感じですかね。内向的かな。内向的ですよ。今ちょっと頑張って喋ってる撮影なの。そうなんですか。そう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 。いやでもモスコさんあれだよ、ポテンシャルあるかも。モスバーガーのやつ見たいんですけど私。ああ見る？モスバーガー。こうちゃんの何？聞いてないのに勝手に出しちゃったの、こうちゃん。うん。それはちょっと、僕の TikTok 見ます？見ます。モスコさん、皆さんいいですか、僕 TikTok やってるんですけど、これね、これね、ちょっとみんな見て、ちょ、モスコさんちょっと待ってこんな感じで。あ、いいよ、出てますよ。でもなんかすごい格好してありません、これ。なんだろう、勝手に出されてる。これ、こうちゃんと一緒に釣り行ったんですか。そうっすか。いや、こうちゃん、なんか成長していきそうです、僕。成長していきそうです。マスクちゃん、何言ったか。え、どうすか、このボギのなさ。こうちゃんのチャンネル。いや、だって初めてまだ7本、10本ぐらいでしょ。そうそう。この夜の生物採集ヘビ女子中学生っていうのがなんか一番伸び待って、なんか怪しい名前。下の、もうちょい。あ、これ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 。ん？これ？これ？これが1000。うん。何考えてんの、視聴者の人ね。女子中学生と女子小学生だけ再生されてる、はいはい、おかしい。まあ変な人が。あ、ゆかりんさん、お久しぶりです。だ、一次面接通って今日二次面接なんで。あ、まだ面接続いてないですか。続いてます、続いてます。すみませんよ。じゃあ、え、どうしよう。じゃあ編集で、その私編集で徐々に。あ、わかりました。いや、でも出ちゃってますよ。出ちゃってた。あ、まあ適当にやります。じゃあ、あ、じゃあお願いします。 OKOK。 じゃあゆかりんさんは絶対にマスクね、はい、で、まあ、モスコさんはチラリズムで。チラリズムで。うちの動画上げたの。そう、上がっちゃってるから。じゃあ上げるよ。あ、モス食べるやつ。もうなんか一日のやつかと思った。じゃあモス食べてるだけのやつ上げた。今見せた。はい、そしたらコメント見た。ちょっと2人の釣りがある。あ、ごめんなさい。あ、いいですよ。あとガサガサをやってるんですけど、そのアウトドアをやるに至って、ちょっと意気込み、ちょっと。ガサガサ、あれは海でやるものなんですか。川でもいいし、海でもいいし、あとこうキャンプとかもやるんですけど、だから泊まりが無理じゃないですか。結構は仕事されてるから2人とも。だから日帰りキャンプっていうか。あ、やりたいです。そう、それでちょっと成長してもらったら。はい、
で、あとゆかりんの部屋っていうチャンネルも別途作ってほしい。でも決定ですかそれ。いや強制じゃないですよ。あ、本当ですか。でやっぱり僕もこれ結局うちの釣りガールガサガサガールやってもらうプラス独り立ちしてもらってゆかりんさんのファンが10万人つくじゃないですか。10万人やばいな。 でモスコさんのファンも10万人ついた時にその時にもう一回出てもらったらそのコラボとコラボでこう二重の、あ、なるほど、そのバイオリズム、バイオリズムなんでもう決定しました。アイドルみたいだね。そう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 。でもね、うん、アイドルじゃん。2人だいぶレベル高いからね。ほんあの本当に YouTube に出てる女の子たちと比べるとねレベルがねちょっと高いからね。行きますよ。あ、だからもうこれ決定でいきましょう。モスコの部屋とゆかりの部屋で、まあ、名前分かりました。あのイメージね。ね。でなんかどうでもいいんですよ。あの普通におはようとか言って今日は卵焼き食べるよみたいな。また動画出し。釣りじゃなくていいんです。いやそれは勝手にやってもらえばいい。ああ、なるほどなるほど。うん、それで、あの、まあ、収益が発生するかもしれないし、でうちは、まあ、女の子が出てるだけでこう伸びる可能性があるから、まあ、ウィンウィンな関係。もともと登録者数多いから。いや言うてもそのトップじゃないじゃん。その俺はヒカキンに勝ちたいと思ってるけど。すごい。それは今レベルはこんなんじゃん。だからそれをちょっと1000万人を狙って、そうそうそう、本気なんですよ。でそのためにそのゆかりの部屋とモスコの部屋で10万人っていう試練を与えるんで、で10万人いけば多分月収で50万とか100万とかなるから、はい、仕事も辞めれるし、もうだから YouTube 養成講座の制度ですよ。だからもう先生にいろいろね、はいはい、教えてもらって、そうそうそう、そういうことですよ。だから僕からのアドバイスは、あのエロは出しすぎるな。ちょい出し本当にたまにちょい出しで、もう本当に視聴者調子に乗るから。調子に乗るから。いや本当に本当に、うん、いやコメントとかすごかったです。そうそう、常にお預けを与えて。この間下着なんか着てた。僕はゆかりんさんのあの下着の色聞いたじゃないですか。そうですよね。あれもちょっと非公開にしましたけど。ああ、そうなんですね。そうそう、ああいうことやっちゃうとどんどん来るんですよ。何見たい。こちらもお母ちゃんも映してたから大丈夫ね。あ、いいっすいいっす。これちょっとやばいね。はい。え、いい感じ。冗談です。やった、こうちゃん。いやいや、うん、食べましょう。食べよう食べよう。久しぶりだね。久しぶりだね。覚えてないね。え、嘘。コン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 。はい、やばい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 。これちょっとこれこうじゃん。これタン、これ、はい、タンです。食べていいですか。食べてください。みんないただきます。はい、焼肉うまいね。焼肉うまいですね。ちょっとやばいね。はい、ちょっと興奮しすぎ。興奮しすぎます。あの無意識にアーチってモスコで行く。モスコ品種でモスコね。さっき最初にさ言われてさ、この分厚い見てたのやべえ。あの奥何あれ。はい、奥何これですか。カルビです。やっぱ肉っていいね。うん、いいよ。うん、ね、はい、タン。カルビタンです。え、これタンなの。はい、コリコリ。これもタンコリコリ。で、いいよ、焼肉を。これやべえな。モスコ食べて。あ、すいません、モスコさん食べて。モスコ、モスコ、モスコ、モスコ食べて。いいじゃん。食べて、食べるんすよ。おぉ。え、なにこの、まあ、なになにこれ。食べ、食べて。あ、じらし、じらし、いただきます。ありがとうございます。ありがとう。うん、私出てもらうならさ、うん、出演料、うん、ああいう変なとこカットするの。出演料言うやん、うん、うまいっすねこれ。おいしい、はい、おいしい。取られてますよ。取られてますよ。取られてるって、ゆかりん。そう、今ね、モスちゃんばっかで。そうそう、ゆかりんさんは、ちょっと待ってよ。熱っ。すみません。首から下がってます。出しました。したでしょ。口から出したでしょ。出しました。すみません。よだれが出てたまらないわ、はい、焼き肉。うまいね。美味しいですね、やっぱ。これちょっとレベルはいいよ。どれぐらいだろう。美味しいですね、やっぱ。ゆかりさん、どうですか。最高です。最高ですか。めっちゃ美味しいです。いつか顔出しするんですよね。あー、い
つかです。いつかですね。まあ、当分はちょっと。そうですね。はい、私いつから。いや、多分モスカさんも丸出しになってるんで。初日から。そう、初日から TikTok で拡散されてますよ。すっげーですよ。これなんすか、こうちゃん。馬ですね、馬。あ、うまい。じゃあ仕上げにですね、カツバーナーを乗せていただきます。カツバーナーで肉を。すげえ。うわやばい。こんなことがあるの。これはすげえ。うわ肉が焼けてる。これ寿司ですか。そうですね、こちら肉寿司。うわ、食べよう食べよう。仕上げにちょっと。どうぞ食べてください。ありがとうございます。箸が持てない。ネイルを変えたら、うん、箸が持てないです。じゃあいただきます。めっちゃ美味しい。うまいですわ。いらない。何？吉田食べたら。あ、言いません。あ、意外にこうわがままな感じ。苦手なんですか刺身が？まあちょっとね。あ、そうか。俺。いや違う。この間食べたんですけどね。あ、刺身いまいち。なんか、うん。これ別にうまかったけど、これだって焼いてるのと一緒でしょ。そっち、そっちの方がうまい。うん、そっちが霜降り。ほんと？焼いてるのと一緒じゃない。いただきます。あ、ご飯落ちました。うまい。あ、うまいね。うまいな。食べたね。めちゃくちゃ食べ過ぎました。ちょっと今もずっと面接続いてるんで。食べながらですけど。食べながら面接、まあ、ほぼ合格ラインで来ました。あ、この厳しい予診王子しようそう合格厳しい厳しいですよ。もっ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 いや、もしかしたらずっとお姫様として育てられてきたから今どこにいるか分かんない。何してるか分かんない。これ今何な、何が起きてるか。ゲームセンターにやってきましたよ。ゲームやりましょう。あ、ちょっとゲームやりますか。ゲームやる、ゲームやる。嬉しいわ。あ、嬉しいわ、今日。今日嬉しい。嬉しい、マジでよかったです。うん、もう気分的には、はい、まあ、出張キャバクラです。出張キャバクラ。いや、レベル高いっすよ。出張キャバクラ、うん、ありがとう。レベル高いっすよ。レンタル彼女。レンタル彼女。で、どっかのお店で働いてるんですか。働いてませんよね。働いてないよね。匂わせんで。で、やろう。何やろうか。何やろうか。ゆかりんさん、今日何やりましょうか。今日何やりますか。私、ぬいぐるみ勝ちたいです。ぬいぐるみ対決。ぬいぐるみ対決。大きいやつ。よし。ちょっと、モスコさん、トーマス、ちょっと乗ってみて。二人で乗りますか。まだ子供なんで、二人。いや、多分大丈夫です。違う、あ、例年は大丈夫です。前乗ったの。前乗ったの。緑がいい。緑がいい。はい、はい。はい、はい、これ。まだ子供だから、はい、どうぞ。てかね、ちょっと100円崩していきます。うん、オッケー。ですよ。足がすごく狭い。競争しましょうか。向こう行ってから戻ってくる。早い、行くぞ。この人子供だ。小学生みたい。いいよ、乗って。これ何の映像ですか。これ何の映像ですか。うわ、すごい。楽しい。ゆかりさん、楽しいですか。めっちゃ楽しい。子供に帰って。待って、引いちゃう。待て。あ、こう、ちょっとやめて。マジで天然なんだ、この人。危ないよ。楽しいっすか。楽しいっすか。楽しい。ぶつかって、ぶつかって、ぶつかって。もつかさん、あれやりましょうよ。ホッケー対決。絶対勝つ。勝つ。ちょっとやりましょうか。1対1かな。あ、2対1だ。2対1。で、こうちゃん、勝ったらなんか、なんかあるの。勝ったら。勝つと。勝ったら、うん、チューしてもらいます。マジで、はい、マジで。よっしゃ。俺が勝ったらチューしてない。チューしてんの。チューしてんの。うわー、頑張ろう。頑張ろう。勝ったの。真剣にやろう、真剣に。あ、そう、うちらが勝ったらどうしよう。
チュンチュンなんだ。いらない、いらない。どっちにしてもチューしかない。オッケーオッケー。じゃあ、こうちゃん勝ったらチューで。やった。本気だよ。やばいやばい。本気だよ。おお。来い、いけ。よっしゃー、こうちゃんいいぞ。いいぞ、こうちゃん。おお、名勝負だ。一回、あれ終わり、これ終わりました。終わったんや。やります。どちらか、いや、いいよ。いや、ボロ負けしました、僕。あ、2対1だから。はい、見て、これ580円。じゃあ、こうちゃん、どうぞ。じゃあ、ちょっと、あの、罰ゲーム。罰ゲーム じゃあ、だから勝ったでしょ、俺もケツ、ケツキ俺のケツ蹴って。あ、で、こうちゃんのキスがプレゼントになんないの？嫌がります。あ、嫌がってんだ。え、ケツキックってこうちゃん M 決まったんだ。はい、危ねえな、このおじさん。クリーム塗らなくていい。ちょっと待って、ちょっとガチガチはいかんて。クリーム塗らなくていいって。ほら、アナルがやられてますね。どうぞ。一緒に。いや、一人ずつ。ビンタやったら痛い。ビンタ来いよ、ビンタ。私はケツ。いいよ。強めに。強めに、私左だから。いいよ。いいよ。せーの。あー、まだ優しいね。今の優しいよね。優しい。いや、もしちゃん言って。ケツキックでしょ。え？ケツキックじゃん。みんな話しないよ。これリアクションとかいいよ。こうちゃん、俺蹴ってっていい？ケツ。じゃあ、なんで？いやいや、その加減を。じゃあ、このぐらいだと思う。こうちゃん、痛かったら許してよ。このぐらいだと思う。痛かった。ごめん。痛かった。マジ痛かった。ごめん。吉井さんにマジやられたよ。いや。2割ぐらい、3割痛かった。大丈夫。あのぐらい行こう。あのぐらいのリアクションがないと。だ、結構強めでいいよ。なるほど。怪我しないから、ケツだから。いや、やって。まあ、マスコさん。この辺を下からこう。パーンと。こうでいいの？いや、それはダメ。マジで俺、肛門が死ぬ。これ何？これ SM クラブだ。これはやばい。よっぱい。あ、じゃあ。それやばい。ちょっとマジで、あの、ここだよ。ここに、こうの部分。ここで、こうやって、バーンと。うん、そう。来い！モスコ来い！あ、優しいな。あ、まだやってない。まだ。練習。強めでいいよ。まあ強いな。いや、じゃあこの人多分ちょっと危ない人だ。あ、でもここじゃない。おじいじゃない。これが喜びに変わる。教えがあったから、ね。喜びに変わるね。よかった。これ羨ましがってる人いっぱいいます。そう、俺もやってほしいぐらい。いや、でもいいわ、俺いいわ。マジ痛い。次、ゆかりんさん。私くたくも。ゆかりんさん、バスケ。負けたらどうなんですか？また蹴りですか？負けたらちょっと倍の、あれですよ。負けたら土下座にします？ここで。公開土下座。土下座しろって。これ3人対決ですか？そうです、こうちゃんと2対1。あ、また2対1？どうする？これやろう。やります？やろう。どっちが勝つか？
俺ゆかりんが勝つと思う。ゆかりん、なんか運動能力高そう。いや、ここはモスコが勝つんですよ。あ、マジで。え、待って、あ、バレー部なのモスコさん。あ、じゃあめちゃめちゃうまいじゃん。いや、でも、いや、もっとバレー部か。やべえな、バレー部来る。よし、来い。あ、バスケ部か。それは強いな。お、ゆかりん勝ってるぞ。やっぱゆかりんだ。うわ、今邪魔してる。邪魔してる。もうちょっと負けづきないですか。強い。ゆかりん勝ち。運動能力高そうだもんね。帰宅部ですけど私。あ、ね、勝った。勝ってるんだけど。罰ゲーム。え、罰ゲーム。罰ゲーム。罰ゲーム。いや、負けすぎない。怒ってる。負けすぎない。怒ってる。怒ってる。もうモスが怒んないで。モス怒ってる。撮影撮影。怒んないで。やめやめ。怒ってる。怒んないで。怒んないで。まあ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 。あ、こういうのでも許せないんだ。あの負けすぎやい。あ、そっか、お姫様だから。よし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 言われて大きくなっちゃった。ゆかり、今のは負けたから頑張った。あ、そうか、機嫌が悪くなっちゃった。あ、おこらげない、おこらげない。これ撮影続行不可能。じゃあキャットファイトだ。キャットファイト、キャットファイトだ。嘘嘘、ここでいいな、いいな。よっしゃ、イエーイ、勝ちました。悩み相談ですか今の。いや、結構やばい話してましたけど。はい、仕事の話。仕事の愚痴。仕事の人事をやっていいかっていう。あ、そう。何の仕事されてるんですか。あ、ジムです。二人ともジム。あ、水商売じゃなくて。あ、すいません。あ、ごめんなさい。すいません。すいません。あの、ジムを、すいません。失礼しました。あ、すいません。いや、水商売素晴らしいですよ。悪くないけど、はい、違います。あ、今違うと。やってないです。今は引退されて、今はジムの方をやられてると。ジムです。今はね。これジムででも必要ですかねこれ。必要ですよやっぱ。あ、そうですね。そうです。女の人は女の人を見て、はい、ね、テンション上がるからね。あ、だよね。え、それを注意してくるやつがいるんですか会社に。私はいません。え、モスコさんのとこに。え、え、上司がモスコ舐めるなって感じで言われて反発してるっていうこと。あ、わかりました。ということで今日楽しかったですね。はい、楽しかった。じゃあ最後にちょっと次回の撮影いつになるかわかんないですけど、あの緊急事態宣言入るじゃないですか。早く。だからそれが終わって落ち着いた時に、あのアウトドア対決、釣りとキャンプと日帰りキャンプ、泊まり無理でしょ。はい。日帰り、日帰りキャンプで、でかいとフィッシングとお願いします。はい。